はやりたくないんでしょ。その思いがこの姿を生み出してるんだ。もうそんな言葉で惑わされるはずないだろ。サイモン、焦ってるのか。闇へと落ちよう。逃れるわ。恐れてるんだな、サイモン。ヘルダルフが倒されてしまうことか。そのようなことが起こるはずもない。なりゆく、バウアオーサ、行こう。けど、サイモンがまた何か仕掛けてくるんじゃ。多分。でも手の込んだことはしてこないと思う。そうかもしれないな。見せる幻もなんか芸がなくなってる。スレイやロズなら、見たまま幻として紡げるけど、他のはできないのかもしれない。そうね。どうせ幻を生み出すのなら、もっとエグいの出してもいいはずなのに。えぐいって。とにかく進んでみましょう。だな。こうやって足を止めさせることがあいつの狙いかもしれないぜ。ああ。よくやるわね、証拠りもなく。でも術の子、効果が落ちている気がしますわ。サイモン、
まさか。行き止まりですわ。一本道だったのに。シギちゃんの幻ね。これ以上時間を無駄にしないために、やはり幻を打破する必要があるか。どうやって。幻とはいえ相手すんのは楽じゃないぜ。もうすぐ現実は解けると思う。え、なんで。サイモンは天族だから。こんな汚れた領域の中じゃ力を振るうのも難しいんじゃないか。図星だったようだな。いくら幻で攻め立ててもお前の心にはもうさざ波も立たぬのか。ならば別の手を使うまでのことよ。何、やけくそ。おとなしく屈せ。お前、なんでその目は。同情か。同情するならその身を闇と染めろ。散るべき花、目障りの極み。これも幻。ライダー。いえ、これはおそらく。どっちにしても倒すだけよ。つまらん。つまらん。天族は殺せない。えらく舐められたもんだな。おい、ならば殺してみよ。そして氷魔と落ちよ。何が強盗なる戦車。これは何。準備け、見切れるか。アクアスランベント。デグルマと落ちたら負けるか。バイオレットハイメイト。準備け、何が強盗なる戦車。どこから見つかる。どうしよう、その同胞どもに。もはやその身が染まらぬのなら、このまま共に無限と踊り狂おうぞ。絡み舞う強盗なる水車。つまらん。アクランサーベント。そこだ、そこだ。見切れるか。つまらん。終わらせる。次を吠えろ。雷神登場だ。トン、水系チラッ。一つ飛ばし。青の4連装填列線かけろ。アローレイ
ならハローレイ、私は舞い踊るグレートボール、負けろ、爽快の発電、高級の注入、私を殺さねば、この舞台は終わらない。サイモン、もうやめよう。死を受け入れるか。それがあんたの本当の顔ってわけね。行こう、ジージが心配だ。うん。もはや手遅れ、すべて我が主の掌中よ。あたしらが、はい、そうですかって諦めると思う？なぜ抗うのだ？抗えば、それだけ苦しむ。なぜ苦しみから解放され、ありのまま生きるという、我が主の目指す世界を否定する？忘れたわけではあるまい？その業ゆえに、命を落とした風の天族の存在を。彼の選んだ復讐という答えは、我が主の目指すあり方に他ならぬではないか。お前たちは、彼も否定しているのだぞ。デゼルは確かに苦しんでた。でもあいつは、自分の決めたことを頑張ってた。そうだ。苦しみから逃れるためにな。けどあいつは、業を抱えた者が、それに抗うことは、すなわち自分自身を否定することに他ならない。抗い、否定した先に何があった？空虚な死ではないか。サイモンさん、抗うのをやめた先、そこに生の実感はあるのでしょうか？何？抗えば確かに苦しみを伴うことが多いですわ。それでも顔を上げ、答えを信じて足を踏み出したとき、そこに生の実感があると思いませんか？デゼルさんは確かに最初は苦しみから逃れようとしたのかもしれません。ですが、すべてを思い出したとき、彼は、あなたの言う自らの業を呪い、諦めましたか？そうか。だからデゼルは最後に笑ってた。うん。笑えたんだね、ライラ。
それが何だというのだ。正しい階に至らねば、空虚な自己満足ではないか。いいじゃねえの、自己満足で。結果は重要だが、かといってそれは経過が不要にはつながらないか。詭弁に過ぎ。いい加減気づいてくれる。急いでるのに、なぜライラがわざわざこんな話してるのか。サイモン、前に俺に聞いたよな。存在するだけで不幸をもたらす業を持った者は、存在自体が悪なのか、死ぬべきなのか。どう答えるかなど聞くまでもない。でも言っとく、自分を悪だって決めつけなくてもいい。違うな、悪でもいいじゃないか。なんだと。いや、なんか違うな。うまく言おうとするな。どんな奴だっていてもいい。みんな幸せになる方法、きっと見つけるよ。だから、貴様は、自分の残酷さが分かってるな。貴様は、今まさに、私の幸せを奪っているのだ。もはや我が主の御ために働けぬ私に、存在理由などない。とにもこいつ、私ももう一発ぶっとくか。もう行こう、つれい。ああ、来るのに知ってる場所なんて、なんか変な感じ。なんだか時が止まってるみたいだ。実際そうなのかも。魔王坊のあのバカみたいな力を考えればね。ここで亡くなったのですね。ライラ、大丈夫か？ありがとう、スレイさん。もちろん大丈夫ですわ。神殿まではまだ結構ある。楽に行こうぜ。ええ。サイモンってなんか哀れ。業とか言うのに本当苦しんだんだね。ヘルの野郎に仕えることでやっと自分の存在意義を感じられるぐらいな。あんなすごい力を持ってるのに自分を信じられなかったんだ。あの力ならいつでも私らを殺せたのに、そうしなかったのもヘルダルフの指示だったのかな。それもあるかもしれないが、殺せなかったんじゃないだろうか。
あれは普通じゃ考えられない特別な力に感じた。そっか、制約だな。で、制約はやめないってわけね。人、天族、兵馬、何でもござれだが殺せない。意味があるようで意味がないか。ですが、先ほどは本気だったと思いますわ。制約を犯して力を失っても、ヒゲ猫の思惑にすら反してでもね。はい、この汚れの中で力を存分に発揮できなかったのが幸いしたのでしょう。